じゃあ早速ですがキャッチフレーズをしたいと思います。はい、48グループ1のいろじろ、大阪府代表の長野セリカ、トヨタの名車と同じ名前の19歳です。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いしますでも2日か3日ぶりぐらいですかね、ショールーム配信はね。今日はちょっとやりたいことがありましてね。それは何かと言いますと、なんとじゃーん、透明の麻雀牌が届きました。じゃーん、すごー、和紙ズマージャン、すごーYouTuber みたい。ちょっとテロップ忘れてた。マージャン、マージャンパイじゃあ買いました透明だから顔がちょっと透けてます。裏からも見える。じゃーん、すごくない？ネットで買いましたこれを今日は開けていこうっていう回、 YouTuber みたいなことをします。なんとね、透明だからその積んである範囲でさ、どこに何があるってこれ透けてるからわかるじゃないですか。だからこういう布にマージャン牌入れて、でここから取って自分の積もっていくって感じの袋と手袋もある。この手を入れた時にモーパイして自分が取ってくる牌を選べちゃうので、モーパイができないようにこういう手袋がついていました。これでモーパイもできないし、みんな平等に牌を積もれるみたいなやつ。赤木っていうアニメで、そう、こういう和紙ズマージャンっていうのがねやっててね、透明の牌欲しいなーって思ってたんで買いました。嬉しいじゃーん、自己満ですね完全に。これはでもこれを今からバラバラにしていくんですけど、なんかすごいこんな板みたいになってるのがさ珍しいんで、ちょっとこれでスクショしてください。ぜひスクショタイムじゃん、スクショタイム、じゃーん、カシャカシャカシャ。いや本当はこれで飾っておきたいんですけど、でも使わないとね、一人で楽しみますよ。じゃじゃん、本物、偽物ではありません、ちゃんとした麻雀牌です。イエーイ、すごい。あ、手袋してもいいな。手袋してね、なんかアクセサリー屋さんのなんか貴重なアクセサリーを出すときみたいな指紋がつかないように。じゃーん、すごくない？透明、本当に。でこれ普通の麻雀牌のセットなんですけど、なんか展望がめちゃめちゃ小さくて、え、いやいやいや、ジップロック穴開いてるしめちゃめちゃちっちゃ、私の小指より小さいめちゃめちゃミニサイズの展望、
本当に多分透明っていうことだけが売りなんだと思います。本当に来た時展望小さすぎてびっくりした。あとトントンなとサイコロもちゃんとねありますね、はい、であとこれも買ったんですよ、麻雀入門ドリル学校でなんかドリルとかよくやったなと思って、ちょっとドリルっていう言葉に惹かれて買いました。小学漢字ドリルとか結構なんかやってたなって思って買いましたこれを今お家にいる時間めっちゃ長いんで、その間に解いていこうと思います。ただなんか本当は点数計算の本を買おうと思ったんですけど、点数計算の本じゃなくて普通に役のこれなんだ、役と上がり方がすぐ覚えられるみたいな、何を切ったらいいかみたいなやつなのかな。そう買いました。じゃあこれを開けます。いや開けんのか、このさセットになってるのを、あ開けるっていうのがこの巾着に入れてたらいいんですよね。ソースから開けます。うわー、あすごいすごい、え、これなんかバーってなりそう。あー一瞬ここに、あ聞こえますか、マージャンパイの楽しいすごすごいすごい、一回全部開けますね、とりあえず。これも開けまーす。ガラスじゃないね、これ全然。すごい。嬉しい。まず。すごいすごい。透明じゃなくてところどころ透明じゃない範囲もあるからね、なんか面白そう、やりたいな。まあじゃあこれで最後自敗、最後自敗ですね。これを開けたら、ちょっと待って、すごい最高、はい、じゃーん、へーすごい、すごくないですか。あ、ちゃんとモーパイもできますね。あのなんか意外と深かった。あ、でも普通の牌に比べたら、うーん、うん、まあすごくない、なんかすごいな。赤ウーア、
透明だけど赤い色もちゃんとついて、すがー、ちょっと嬉しすぎるんですけど、どうしよう。じゃーん、なんかゼリーみたい。誰か一緒にやろう。楽しい。すごいな。すごい。一回入れてみる、ここに。言っています。ね、このマージャンパイの音いいですよね。嬉しいです。めちゃめちゃ。量が多くて入れるのに時間がかかります。めっちゃ嬉しそうって来て、嬉しいさがにじみ出てますか。嬉しいですよ。あー、下の人本当にごめんなさい。溢れそう。マージャンパイが、あー、ほらほらほら、見えますか。入ってます。嬉しい。あ、なんか一人で麻雀を楽しくできる方法ないんですか。4人か3人で成立するものですけど、なんか もうパイね。目閉じないとね、これ見えたらあかんからね。ここから取って、もうね。ちょっと待ってね。これは酸素。あ、正解。ちょっと目閉じてたからどこが前かわからんかった。酸素ですね。このなんかわからん、なんかこれ何やろ。ちょっと待って、これ何だと思います。
なんか全然わからへん、このえこれ何やろ、ん、なんかさ、やっぱこれ彫り浅い気筋な、え、なんだこれ、カメラ合ってますか、自拝、え、なんかこの辺があんまり何もなくって、で、全然分からへんこれこれ何ですか、これちょっと指紋なくないですか、なんかこの空いてるところが、え、これ何、え、ん、トン、イエーイ、当たった、トントントン当たりましためっちゃ時間かかったけど、あ、なんかずれてこう1分2分ぐらい考えてた気がする。じゃあ次。あ、これなんやろ。やっぱこれ難しい。これ難しいわ。え、これなんやろ。え、ちょっと待って。はい。これがちょっとわかんないですね。でもいっぱいある気がするんですね。これなんですけど、むず、なんかどれも同じに。あ。嘘、あー、いけたいけた、嘘でしたね。なんか分かりにくいなこれへへ楽しいね。手袋してやってみて、手袋して、いや全然わからんかも、あ、全然わからんね、手袋してやったらほんまにモーパイできない、一回やってみるわ、ちょっと待って一回やってみるねこれを当てますね。あ、そうだ、あかん、こっちの手で、ちょっと手袋ね。あ、あ、これ水素、あ、当たった、なんかしっかり、こういう分かりやすいのは、いや、自拝とか分からん、でもこれ分かったらダメですよね普通分かるわ、
も自敗とかは時間かかってたらあズルしてるなってなるから、取るときはもう秒で取らないとダメなんで、ウォーパイしてる時間はないから、ちょっと反則はまあできないですね。嬉しい。おばあちゃんのお家に持って行って今度やろうかな。そう、今日はこれを紹介したかったんです。今日私が朝早く起きたのもこれが届いたから、ピンポーンってなって起きた。本当に朝めっちゃ朝早く来て、で起きて、そうメール朝遅れた、これが届いたおかげで。ちゃんと4人分あるんですよ、手袋が。ワクワク。なんか本当に展望の袋が穴開いちゃって大変、違う袋に入れ直さないと。サイコロ。ギャー。なんかこんなんもあった。記録の、はい、記録のやつ。今日はこんな感じのショールーム配信でしたね。そう、さっきからコメントを全然読んでなかった。コメントを読んでいきましょう。あ、確かに先相撲したらもうパイできるもんね。ゲームでしか麻雀したことないから牌欲しくなったって。いや、麻雀牌なんか触ってるだけで楽しいって脳が思う。好きな麻雀牌飾るの、いやちょっと飾るのはちょっとしないかな。せいちゃんと麻雀一緒にしたいです。嬉しい。なんかめっちゃ言ってくる、なんかゲームでもできます、ね、今は MJ モバイルってアプリで結構ドボンみたいな感じでマッチングすれば一緒に対戦とかはしてますけど、でも実際にねやりたいですよね。でなんかドボンのドボンってマッチングしたらスタンプでイエーイ当たりましたねみたいな、ファイトみたいな、そのスタンプ押せるけど、でも MJ モバイルでマッチングしてもスタンプみたいなのがないから、そう反応がイエーイって喜びを伝えられないんで、ちょっとあれです。ドボンの後に MJ モバイルをすることが多いんでちょっと寂しさ感じるね。あ、白ニットかわいいって。白ニット、これオンラインお話し会で来たね、一回。はい。次のお話し会の服も決めまして、もうあさってなんですよね。あさってとしあさって。で、今回は夜
最後の3部あたりなんか時間が変更になってたので注意ですね。ちょっと早くなってる時間が。楽しみ、お話し会3部ずつありますね。はい、そう、はい、明日は G8 ちゃん、金曜日に G8 ちゃんって結構珍しいですよね。いつもなんか土曜日にあるイメージですけど、成人のメンバーであります。しかも19時半からです。見てね。ただ平日だからお仕事の皆さんのことを考えてのことなのかな。展望めっちゃ触ってんのバレてる。そう、展望はじゃーん、ちっちゃーと思ってそう、楽しみですね。いや、 G8 ちゃん自体は私結構久しぶりな気がするんで楽しみー。いててて手首が。昨日のオンラインの仕事どうだった？あ、昨日のあれは知って会員に参加してきました。またちゃんとその際はね、そう告知させてもらう。す、グー取らないとね。いや、覚えてたんです。TikTok 今携帯開いたら TikTok まだ今月半分あるから、そう今月中にね撮るって言ったんで。何話そうかな。あ、イヤリングじゃーん、かわいい。なんかいろんなの反射してる。8ブログ、モバイルブログは書いた多分。そうしづらいです。すいませんね。はい、そう、マウントレーニアっていうか、普通に紅茶系、カフェラテ系めっちゃ好きで、そう、たまに買いますね、こんな風に。あ、今日はね、茎わかめ食べたんで後で載せます、どこかに。今のせよ、クッキーわかめストーリーに載せようか。クッキーわかめ、ちょっとネイルが剥がれ
かけてるのがちょっと悲しいけどね。茎わかめを可愛くしよう。ハートのスタンプを書いて、これやな、これかわいい。いや、ちょっとバランス悪いな。なんか微妙やけど、まあいいか。はい、のせました。茎わかめじゃーん。ストーリー見てね。反応しづらいですね、これもまたね。やっぱり反応気になる。いや、気になるっていうか、いや、反応してほしいよね。なんか普通にね。あ、でも今回は添えるシリーズはやってないけど、梅の酢が配合のやつなんですけど、めっちゃ美味しかった。ストーリーのスタンプって押されたの分かるの？あ、分かるね。メカフェめっちゃハマってた。っていうのがなんか売ってて、なんかね、無理ってなっちゃって、いや、そんな苦手けど、あの、なんか食べ過ぎてばっかり食べて、ですぐ飽きるっていう私のいつサバ、そう、サバと一緒で、メカブはサバよりはちょっと食べてない、結構長続きした方ですけどね。だからね、適量がいいのよってきてる。そう、適量ね、そうそうそう、あの一回一回の食事で適量を取ってるんですけど、なんか短期集中的に食べちゃうんですよね。セリカは極端すぎる。いや、本当にそうなんです。熱しやすく冷めやすい、そう、そのタイプ。塩は今めっちゃ塩ブームなんですけど、まあそうですね、なんか塩ばっか食べてるんじゃなくって、なんか塩は何かにつけて食べたりしてるから、なんかメカブとかサバに比べると飽きにくいのかなと思いますね。
スムージーどうなった？作るところから結構もらって、ご注意ください。TKG は、あ、卵かけご飯はまあ食べなんか朝っていうかお昼ぐらいに起きて、まあ塩が一番だった。塩コショウは結構目玉焼きにもよくかけるし、塩コショウ、好きそう。あ、ねえ、まああれば書けるかなみたいな感じ。そう、一緒になってるやつ、あれそう、ごま塩も好き。ごま塩、今は海苔、海苔のふりかけみたいな食べてる気がするけど、ごま塩も買うか悩んだね。多分ごま塩かな、ふりかけ買うんだったら。生ハムは、え、生ハム、あの生ハムめっちゃ好きで、まあ結構あの次の日が何もない時に食べたりするんですけど、塩分がすごいんでちょっとあの次の日むくみたくない時は食べれない一品なんですけど、なんかあのきゅうりと生ハム、とごまかけて混ぜたら、混ぜて、で、作ったことないんで今度作ろうと思うんですけど、あの楽しみ言いますね。完全に確かに出てきて忘れないようにします。そういえばマザーセイクそろそろ、セリちゃんマージャンパイすごいねーさん、ありがとう。変わったんで11位、ぶっとじゃんたくありがとうございます。それな、10位、中心あっと、うーん、白いニット似合いますねさん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、吉本レッツあっと、週末のお話し会楽しみ、よろしくね、セリカラブーさん、ありがとうございます、よろしくね。7位、ジャガバターアット、セリちゃん嬉しそうで幸せな気持ちになりましたさん、ありがとうございます、イエーイ、嬉しかったです。6位、ブラックドッグアット、今日も配信見れて幸せリカでしたさん、ありがとうございます、書いてないけど。5位、ノリピーアット、17日お話し会初参加、緊張してきたさん、ありがとうございます、楽しみましょう。4位、スイカの種アット、お話し会早く来ないかなさん、ありがとうございます、書いてないけど。4位じゃない、3位、ひであきアット、セリちゃん明日のエイトちゃん楽しみですねさん、ありがとうございます、
ぜひ見てね。そして2位ワクアット、スリちゃん透明の麻雀牌、うらやましいさんありがとうございます。書いてないけど。そして1位はでれん、淡路の黒ひょうアット、お話会めっちゃ楽しみ待ってるよさん、ありがとうございます。はい、ということで今日も見ていただいてありがとうございます。なんと今日は21時05分10秒から30分10秒までドボンをします。そして40分、21時40分から MJ モバイルして、はい、ゲームタイム楽しみたいと思います。そういつも30秒にしてたんですけど、ちょっとママが長いって言うんで10秒にしました。イエーイ。そう、うそう10秒です。メールにも多分間違ってなかったら10秒って書いてるし、多分流し読みしてない方分かってましたよね。流し読みしてたらスルーしがちですけど。めっちゃ、いやちょっと間違ってるかもしれない。あ、間違ってないよ、ちゃんとほら10秒にしてるから。イエーイ。試されてたって、いや試してるわけじゃないですけどね。そうです、はい、文字でか、今ズームしたね、アップにしたんでね。そう、あ、寝るセリも書かないとね。透明のマージャンパイだけ撮って載せようかな、後で写真会しよう。じゃあね、あと9分ぐらいはちょっとアフタートークしようかな。うん、何話そう。9分話すって言ってもそんなネタないのにね。うん、最近なんかあったかな。でも結構、まあいつもお家でおとなしくしてるんですけど、明日は G8 の配信があったり、明後日はお話し会、しあさって、明日明後日しあさってもお話し会なんで楽しみですね。時間が変更になってるので、そこだけ気をつけてもらって。あ、ドラマ見てますよ。あの青のスクールポリスだっけ、藤原竜也さんの、あれは絶対に見るって決めてて1話見ました。あと今日もさ、ドラマありますよね。ちょっと待って、なんやっけ、知ってるワイフ、知ってるワイフも見ます。今日には昨日なんかドラマやってましたよね。あれはちゃんと見れてないけど、でもチラチラ見てましたね。
んか前回あんまドラマ見てなかった気がするから、今回はねちゃんとドラマを毎週見れるようにしたいですね。あと最近映画にも行けてないんで、ちょっとドラマで満足したいですね。あ、マネージャーさんおすすめのやつは見てないね。見ようって思ってるんですけど全然借り入れてない。1話と最終回見るんだよね。あ、まあそうですね、1話と最終回見れたらいいみたいなとこある。あとはなんかダイジェストで1月も中旬なんですね。早いですね本当に。なんかまだ年明けた感あんまないんですね私早いよね今年もすぐ終わりそう。確かに2月も短いですしね。もなんか リハーサルとかコンサートのレッスンとかがあったらめっちゃ秒に感じるけど、なんかお家でまったりしてると長く感じたりもする。でもなんだ、過ぎてみたら短かったって思うんですけど、そう、なんかお家にいる時間長いとね、ちょっと健康って思うね。バレンタインとか今年は特に関係なさそう。え？どういうこと？なんかバレンタインで思い出したけど、最近お菓子をあんま作ってない気がするんですよね。前のおうち時間はめっちゃお菓子を作ってたけど、最近全く作ってなくって、なんでちょっとバレンタインの時期自分に作ろうかな何もなければ時期毎年コンサートの練習で忙しいのにね。いやほんとそれね。いやこんなにまったりした1月は AKB 入って初めてかもしれない。大変すぎて、そう、全然心に余裕がなくなる時期なんですけどね、いつもこの時期は。本当は来週やったのにね。あ、もう？そっか。そっか。来週が本番だったんだ。10日後とかか。うん。何もない、何もないね。あ、もうすぐドボンタイムですよって。
はい、05分10秒からだからね。早くコンサート始まってほしいですね。今月のライブ中止になっちゃったけど、茨城と熊本と神奈川は延期だからね。全然思い出せないけど、去年ぐらいまではねギリギリ振り付け覚えてたんですけど、熊本とか茨城とかに関してはもう完全に忘れちゃいましたね。言い直した。茨城って言ったんですけど、多分ギーに聞こえたかなと思って、怒られるからね。茨城って言わないと。あ、じゃあね、21時になりそうなのでね、そろそろ終わろうかな。早くコンサートとか再開できたらいいのにね、本当に。では今日もお疲れ様でした。ドボンか麻雀のゲームで会えたら会いましょう。メールも後でするので届いたら読んでください。あ、流し読みじゃなくてしっかり読んでください。まあ大した内容書いてないと思うんですけど。じゃあ今日もありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ。